数と配置場所を確認するための、ラップとなります。今、前に放水いたしました2台がですね、競技役員が乗っております。シャルになります。あの競技役員がまず、コースのホストのシャル、それからレスキュー車ですね、の配置と人数を確認しています。配置の方が測っておりますところがですね、フラッグマーシャルポスト、これは、ライダーにですね、この先のコース状況を知らせるためのフラッグを配布する場所です。で、今はい、はい、こちらの皆さんもですね、フラッグマーシャル今いらっしゃった皆さんはですね、高速で転倒した車両等をですね、素早く撤去に行く、それからライダーの救出に行く皆さんですね。本日はですね、全日本ロードレースということで約180名ぐらいのオフィシャルさんがコース上にいらっしゃいます。こういう旗を出す方、それから先ほどの、レスキュー活動をされる方が、コース上にいらっしゃいます。でそれ以外にもですね、他社のオフィシャルさんいらっしゃいます。これ皆さん、基本的にはボランティアで来ていただいている皆さんです。私どもの従業員等ではございません。ほうきとか持ってますけども、これも実はきちんとした道具でございまして、コース上走するための道具でございます。はい、実はですね、先ほど朝にも、6時半からですね、今日のレースのための訓練をやってた時に使いました人形でございます。これも何かと思った。私どものコースではですね、このロードコース、コース上には、この、マーシャルポスト、全部で21箇所あります。その21箇所に、最低4名、多いところではですね、ああいう形で、8名とか9名の人を配置しないと、レースをやれないということで、この、まあ、皆さんボランティアで来ていただいていると先ほど申し上げましたが、そういう方のご協力がないとですね、レースはできないという環境になっております。で、このオフィシャル活動なんですが、特に資格とかなくてもできる活動ですので、ぜひ皆さん興味ある方いらっしゃいましたらですね、随時、大募集をいたしておりますので、いつでも、申し込みいただけましたら、ね、体験いただけます。で、オフィシャル活動の一番の楽しみはですね、ご覧のように一番間近でレースが見れるというのが、皆さんやっぱり楽しみで来ていただいてますので、ぜひですね、特に MotoGP の場合はここに、約300名ぐらいの人が必要になりますので、我々いつも人集めに苦労しております。もし興味ある方いらっしゃいましたら、ぜひですね、シーニングモディのモータースポーツカーの方に一報いただけましたらご案内させていただきます。よろしくお願いいたします。現在バスはですね、130R と呼ばれる、ジリコの一番、高速のコーナーを通過いたしました。で、コースがですね、今オーバルコースの外側に、できました。で、外側とですね、内側でちょっと違うところがございまして、今このお車さんたちのいらっしゃる、ポストですね、オーバルコースの外側は全て木造になっております。ログハウス風の作りになってます。で、この後またオーバルコースのイン側に戻りますので見確認いただきたいんですけど、内側は、プレハブっていうか、ですね、ちょっと現代的なデザインのものになっております。
はい、これ実はいつもやってるわけではございません。まあ、昨日皆さんに今日こういうことを行いますってご案内してですね、昨夜皆さん宿で寝ずに帰ったということは朝おっしゃってましたんで、今日ちょっと寝不足の方が多いようです。で、実はですね、MotoGP の時ですね、こういうことをやっております、ただ日曜日だけこういう、まあ、パフォーマンスを交えたコースインスペクションをやってるんですが、金曜日土曜日はですね、こういう形で全員きちんとコースサイドに整列してサムアップサインをすると、先ほど申し上げましたコースサイドにいなきゃいけない300数名のオフィシャル1人でもかけると MotoGP は走行ができません。ですので、必ず数を数えてもらうためにきちんと、並ぶということをやっております。それが、まあ、日曜日になりますとですね、まあ、ほぼ、MotoGP の運営団体と信頼関係がほぼできておりますので、日曜日についてはああいうパフォーマンスをやることを、まあ、彼らも喜んでくれているということで今、各レースでもですね、お客様と一緒に回るときには、まあ、こういうことをちょっとオフィシャルさんにお願いしているという状況でございます。決して普段からふざけているわけではございませんので誤解がございませんよ。コースで表示しております旗なんですが、まあ、イエローフラッグはこの先注意というのは多分皆さんも、まあ、想像していただければそんなに難しくない旗だと思うんですが、赤に白バッテン並びに SC というボードを表示しておりますが、これ全日本ロードレースでですね、JS3 クラスだけのルールなんですけども、セーフティーカーというものを運用するレギュレーションがあります。それが導入された時にポストで表示される旗と、ボードになります。セーフティーカーが現在コース上入ってますという、合図になります。これがですね、ジンニングモテギで一番長いストレート、ダウンヒルストレートになります。約 760m でございます。昨日のですね、予選で坂井大作選手が約、最高速 258km ぐらい出ておりました。しかも出るポイントはですね、今ありました 200m という看板のところぐらいで出ます。MotoGP になりますとですね、過去の最高時速は 310km までここは出るようになります。4人でホームラン1本等でも約 280km ぐらいの速度はこのストレートで出ますので、相当やっぱりその先のここがハードブレーキングのコーナーになります。で、2つ目のアンダーブリッジをくぐりまして、バスの方はですね、またオーバルトラックの内側の方に戻ってまいります。先ほどご案内いたしましたように、マーシャルコースですね、デザインがまた違うものに変わっております。で、ここが実はジンリンクモテギの、リリンレースの場合は攻めどころというかタイムを縮める、ポイントの、重要なポイントとなります。ビクトリーコーナーから複合の難しいコーナーになります。ここを攻略したものがラップタイムを、縮めていくというふうになっております。はい、こちらがですね、ロードコース上一番最後のポスト、21番ポストになります。はい、こういった形でですね、コース一周、安全の状態とコース状況そのものと、オフィシャルの準備状況を確認して回る目的のラップが、コースインスペクションラップ、日本語にいきます、申し上げますとコースの査察、周回となります。いうことを必ずレース前に行うようになっております。こんなですね、コアなツアーにご参加いただきまして本当にありがとうございました。今日一日ですね、今日皆さんと今一緒に見てまいりましたオフィシャルさんたちも、レースに参加されている方々で、縁の下の力持ちの皆さんです。ぜひですね、彼らの活躍も、注目していただければと思います。お付き合いいただきましてありがとうございました。私これから本業に戻らせていただきます。ありがとうございました。